はいえー、兵庫県知事選挙の結果が出てまして、まあ、パワハラ疑惑の,あの斉藤さんが当選しましたであの本人も言っているんですけど SNS の影響がすごく大きい,いうふうにあという事実があるんですけれどもあの特に斉藤さんを応援している人とかあの例えば橘さんとか石丸さんとか、うんまあ、どなたでも新自由主義的な、えー、自己責任をよくす口にする人たちで。 こういう人たちが煽ってたら、こんなにも影響を出るっていうのは非常に怖いって思いました。で、それについて、あのご見解をお伺いしたいです。ありがとうございます。まあ、そういった勢力の方々がですね。あのー、どのように統制拡大して統制というか、その、えー、議席を手に入れたりとか、統制拡大ってことに繋がっていったのか、というような検証済みなものは、やっぱり一定必要かとは思うんです。けれども、あのー、そういったものを脅威に思う前に。 やはりなんだろうな、令和新選組広げた方がいい、私そう思うんです。だって、唯一対抗できるのは令和しかないですよ。だって、30年の不況を作り出したのは自民党だけじゃないですからね、その30年の不況を作り出すようなことに対して国会の中で結局は徹底的に抵抗しなかったわけでしょ。世界で 超レアケースですよ、30年景気が悪い先進国、日本だけ、131万円中央値が下がってしまってる国なんて異常ですから、その状況を作り出したのを自民党だけが、えー、と先般だっていうのはまずい、そうじゃない、自民党だけでやれることじゃない、やっぱりその抵抗勢力としていた野党たちは何してたのって、で見てみたら、自民党の、えー、ある意味で経済を悪くしてきた者たちの考え方と、立憲民主党のものの考え方ほぼ一緒なんですよ。 だから自民党 AB なんですねそれを考えたときに、やっぱりそれを野党だと信じ込んで、何かしら応援するっていうのも、私、ちょっと、なんだろうな、この状況、新自由主義っていうものの、えー、社会的な、この、なんだろうな、拡大の仕方ってものに関して、自民党だけに罪を負わすっていうのは違うと思う、緊縮で社会を壊すっていうことを気づかずに、緊縮の、えー、思考を持ち続けてるっていうような。 民主党系たちも私は非常に罪深いなと思ってます話戻ると、えー、社会があまりにもちょっとカオスになってしまってるとそのことに関して不安を持つっていうのは当然のことだと思いますで一方で何かしらコツコツ積み上げていくというような政治活動を行っている人たちもいる中でそういうことを一気に飛び越えて 何かしらあの議席が取れたりとか統制拡大がされていくっていうようなことを横目に見たとしたらさらにその不安が深まるっていうのは当然の感覚かなって思うんですけれどもそういったものにやっぱり心揺さぶられながらというかあの前に進むっていうのはあまり私は好ましくないというかあまり意味がないんじゃないかなって。 そういった自分この社会や自分自身を取り巻くそういう環境の違いみたいなものに翻弄されながら行ってしまうとそのまま流されちゃいますよねそうじゃなくてじゃあシンプルにこの国を変えるためにどうしたらいいんだって考えたらもしあなたが令和新選組頑張れでこいつらをなんとか盛り上げてそしてえ何だろう今のこの壊れた政治に対してくさびを打たせようともしも思ってくださるんだったらいかに令和を拡大できるかというところにぜひあの一緒に。 やってもらえたらなっていうふうに思うんですあのメディアだったりネットだったりいろんなものにさ踊らされ続けるということに関してやっぱりそこから降りるってことが必要だと思うんですよねおそらくそういったムーブメントが令和新選組なんだろうと令和だってネットで拡大してるじゃないかってあのボケたことを言う人いますねでもそれ事実と異なりますあくまでも補足的なもので実際は何かって言ったら実際に血,の血に足ついた状態でまあ、えー、応援してくださってる皆さん なんとかならないかと思ってるくださる皆さんが確実に横に広げてくださるからこそここまでの拡大ができたんですねネットだけでそんなことにならない一時的な盛り上がりを作るっていうのはそんなに難しいことじゃないと思うんですよ例えば新しく登場した政党とか結構盛り上がるじゃないですかできるたびにでもそれが継続できるかってことが一番重要なことなんですね1回だけの花火だったら誰でも打ち上げられる けれどもその先をずっと維持していけるかということに関してはやっぱり積み上げしかないんですよねそういった意味でこの5年間はしっかりと皆さんと一緒に積み上げられた5年間だったとそれに対して14議席ってものが生まれたんだともちろん社会が壊れていくスピードと私たちが拡大していくスピードっていうのはなかなかこう,うまいことマッチしないですね本当だったらもっとあのなんだろうパンパンパンって、ね、本当はホップステップジャンプって感じでいけたら一番理想なんですけれど やっぱりなかなかそうはならないっていうところにすごく歯がゆさを感じるし焦りも感じるんですけれどでも、1つ言えることは何かって言ったら私たち1回も負けてませんよってことなんですよあなたが1回も負けさせてませんよ、令和をってことなんですねそれを自信持っていただきたいここからさらに拡大できるように一緒にやっていきましょうってことですありがとうございます。